京都は同志社大学からやってまいりました京都よさこい連心意気です。この度は京都桜よさこいを開催していただき心意気一同大変感謝申し上げます。これから披露いたします演舞は心意気2021年度演舞心得です。テーマは京都の伝統行事祇園祭りです。一刻も早く普段の生活に戻るよう願い当たり前の日常に感謝の気持ちを込め演舞を構成いたしました。また今回の桜よさこいにて1年間大切にしてまいりましたこの演舞を収めることとなります。踊り子一同精一杯演舞いたしますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします。それでは今夏を告げる祭りが始まる。感謝を込めてありがとうございました。
心意気撤収。ありがとうございました。